皆さんこんにちは、ビスコです。よろしくお願いします。はい、今回はマリオカートでですね、そうですね、タイムアタックで遊んでいきたいなと思います。まあ、ただのタイムアタックじゃないんですよ。なんかこうやって見てみると、まあ、一人で走るっていうのももちろんあるんですけど、ゴースト？そう、世界のゴースト、なんかこういったものをダウンロードして遊ぶことができるみたいなんですよ。ほら、こうやってみんなのちょっとタイムが出てますよね。まあ私たちダントツで遅いんですけど、まあちょっと今回このおそらくこれ世界一ってことですよね。この一番上に来てるんで1分19秒、このゴーストと、そうですね、ちょっと対戦をしたいなと思います。おお、恐ろしい。世界最速のタイムを持つ人と一緒に走ったらどんなものなのか、ちょっと楽しみですね。よし、スタートは決める、しっかり決める。おお、早い。スタートから早くねえか、ちょっと。どういうことこれ。はい。おお、おお、あんなギリギリ走る。すごっ。うん、すごいね。ぴょんぴょん、ジャンプする。ああ落ちる。あ、落ちたらもうダメ、落ちたらダメ、ダメだと思います。あ、くっそ、見えんくなった。ゴーストさん見えねえ。おお、はい、はい、はい、キノコもあるね。やばい、危ねえ。はい、そろそろキノコ使います。この辺かな。はい、コインも、あ、やばい、プラス10秒ってなってる。早くね。10秒差ってかなりあるよね、レースゲーム。しかも結構際いところ走るからね、うまい人本当に。早っ、もうゴール？早すぎるでしょ。嘘だろ、早すぎるでしょ。よいしょ、いけー。どうだ、過去の自分を、過去の自分を超えれないですよね、きっと。同じぐらいかな。いや、やっぱ16秒差ぐらいありますよね。めちゃくちゃ早いね。いやー、早い。そうですね。ちょっとまあ正直、勝つ自信がないんで、この方のゴーストがですね、どういった走りをしているのか、ちょっと見てみますか。いや、気になりますよね、やっぱり。いや、楽しみですね。こういう視点も新しいですよ。いけー。はぁ、めっちゃジャンプしてる、ぴょんぴょんぴょんって。あ、ぴょーん。おー、こんな際いところ走るの？インコース。落ちてるでしょこれ。やべえよ。やばくねえかこれ。この完璧にインコースを走る感じ、やばいでしょ。しかも何回も何回もこうやってドリフトするんですね、コーナーで。あ、なるほど、1回で満足したらダメですね。おお、やべえな。落ちとる、落ちとる、落ちとる、落ちとる。いや、落ちてるでしょ。やべえ。こんな走り方すんの？世界1位は。もう押しとるよね。すげえ。
別次元でしたね。すご。あ、なるほど。際いところを走ればいいんですね。もう一回そしたらリベンジしてみますか。よし、際いところ走るぜ。ちょっとマシン適当に選んだんで、マシンだけちょっと変えさせていただきますね。やっぱアイテムぶつけてくる人いないんで、これ加速よりスピードの方がいいんですよね、きっと。今のを見てる感じ。そしたら、ちょっと重量級にしていきますか。こんなもんでどうでしょう。もう一回同じレインボーやっていきますね。ゴーストとレース。もちろんこの方ですね。もう頑張れ。すごいね。記録を更新してくれ。まあ抜かすとまではいかんけど、もうちょっといい勝負したいよね。いい勝負はしたい。そう。ああ、いきなりやっぱり、やられるね。はい。はい。はい。いけー。そして、ここから際いところを走る。よし。ああやっぱうまいこといかん。うまいこといかねえ。で、際いところを走る。そして、落ちるおお、やっぱプロは違うね。プロは違うね、きっと。もう、ここから、際いところを走る。あー、落ちる。やべえでしょ、これ。で、ここで、こうやって、ここは2回ぐらいやっとったよね。あー、でも、内側いけねえ。ずれるの、まあいいや。よし、ちょっとぐらいずれたの、大丈夫。いけー、やべえ、散々や、本当に。際を走れない。ここから一気にインコースに行く。落ちる。マジすげえ、あの人。飛んで、インコースを。やべえ、プラス25とかやばいね。うっそー。もうクリアしとる？ほんとや。クリアしとる。マジかよ。早すぎるでしょ。あー、ってか、前回より遅え、これ。いい。すごくいい。今のも良かったよね。うん。いけー。はぁ。最後、ここでもドリフトしとったもんね。すごいよね。まあ、そりゃ負けるでしょうね。こんだけ落ちてれば。いやー、すごいね。いや、世界一位は伊達じゃないよ、やっぱり。まあ、私が下手なのもありますけど、いやー、ほんでも、そう、僕らはちょっとまだ、そうですね、これぐらいの域にはいけないですね。ちょっとでも、そうですね、インコースを、うまく走ることをちょっと練習していかないといけないなと思いましたね、今回は。いや、こういうゴーストと勝負するのもまた、いい勉強になりますね。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。では、またね。イェイ。